球に生まれた宇宙人。小さな頃から内緒の話が好きだった。小さな声で一人だけに打ち明ける。考えただけでもウキウキした。そして周りの大人からはいつも「そうじゃない、こうしなさい、お前はこうだからダメなんだ」と何度も何度も説得され、傷つき何も言えなくなっていき、楽しいと思える日が日に日に減っていく。生まれてこなきゃよかった、そんな言葉を毎日思いながらも、その反面何かをしなければならない、何かをするために生まれてきた、そんな言葉にならない思いで潰されそうになっていき、いつしか笑うことも忘れている。そんな大人になっていませんか？そしてこんな話に興味を持ってしまったあなた、宇宙から来た魂を持って生まれた地球人かもしれません。このチャンネルはこの地球にこびりついた古い価値観を塗り替えるために生まれてきた地球に生まれた宇宙人が、地球の古い価値観に押しつぶされないように、僕がいろいろな人から教わり大切に貯めてきた地球のルールというメモをもとにお送りする深夜放送のようなチャンネルです。そのメモが僕を救ってくれたように、このチャンネルがあなたの次のステップを作り出せれば幸いです。今回の地球と宇宙のルール、テーマは次の次元へ。地球は毎日進化しています。人類は確実に前に進んでいます。あちらサイドにコントロールされている人はそんなはずはないと否定をしますが、そんな人を見てはまだ自分の頑張りが足りないなと反省をしたり、自分を奮い立たせたりします。僕もそんな一人です。この動画は願望実現の方法という動画を自分で見返してみてインスパイアされてできた動画です。もしまだ見ていないという人がいたら、ぜひそちらを見てからこちらをご覧ください。突然ですが、地球の外はどのような世界か考えたことはありますか？僕は小さな頃からとても頻繁によく考えています。そして僕の中には明確なイメージがあります。地球の外は物質次元ではない部分がほとんどです。それは波動の次元と言えると思います。瞑想している時のような軽いイメージです。宇宙全体をその次元だと想定してイメージをしてみてください。光とか音とか粒子とか重力とかももちろんありますが、それ以外にもいろんな波動が宇宙を飛び回っています。しかもそれは物理的なものじゃないので、リアルタイムに伝わる波動もあります。厳密に言うと時間の概念は薄いかほぼないので、そして場所の概念もあまり強くないので、宇宙の全てが同時ですし、お隣です。僕たちが星空を見て少し寂しいのは、星の光は今ではないからです。何年、何百年、何千年も昔の光が今の地球に届いているからです。物理次元では孤独という独特な価値観がありますが、それは物理次元しかないという思い込みが強いからです。逆に言うと、今現在の宇宙に広がるさまざまな波動もこの今の地球に届いています。それを感知するセンサーが僕らの体ではまだ起動されていませんが、例えば瞑想をした時のあの安心感、それはもしかしたら宇宙全体から届くさまざまな波動を感じている安心感なのかもしれません。そしてその宇宙の中を飛び回る波動、その中には地球から発する波動もあり、宇宙の隅々まで異次元で飛び回っています。そしてその波動は個人個人からも出ていますし、それも宇宙の隅々まで行き渡ってもいます。イメージできますか？そしてその地球の波動に宇宙が注目しているとしたらどうですか？そして僕たちはその地球の波動にある変化を与えるために志願して生まれてきた地球に生まれた宇宙人だとしたらどうですか？変化、その一つがこの粒子の荒い星で、宇宙の根源的なストーリーである愛を証明すること。そして一人一人に違いがあり、一人一人が自分の価値に十分な栄養を毎日与えて、それにより地球が生命体として息を吹き返すこと。そう思っています。もしそんなことはないという人はここまでです。変な宗教なんじゃないかと思った人もここまでです。ぜひ違う動画をご覧ください。さて、ここからは今の僕の意見に賛同された方だけになります。僕たちが発する微細な波動。その地球から発せられる多くの微細な波動にある変化が出てきた時、宇宙はこの星の進化を感じるはずです。さて、ここからはその具体的な方法です。願望実現の方法でも少し出てきましたが、イメージの力を使って自分の願望を実現させる。それにより自分と地球を幸せにするという方法です。あれを具体的にみんなでやってみようということです。ポイントはみんなでやるというところです。まだ見ていなくて、ハテナがついてしまっている人は、ぜひここだけでも見ておいてください。12分50秒あたりから始まります。そして僕がイメージを誘導するように語りかけるので、その自分の中にある幸せな地球のイメージを臨場感を持って五感のすべてに焼き付けます。ちなみに僕は場所とか時代やどんな未来か、それらの具体的な誘導はしません。個人個人が持っているイメージを大切にして、それをイメージしてください。その方がより強い波動になりますし、そして多分その方が逆に僕らの未来のイメージは揃うはずです。波動は波長が揃った方がより強くなります。さていきます。まずはあなたが今いる場所を整えます。場所はどこでも構いませんが、なるべく落ち着ける場所がいいと思います。そしてリラックスしてください。目をつぶってください。深呼吸をして、吐いて、吸って、吐いて、吸って、深呼吸をして、吐いて、ゆったりとしてください。何度か深呼吸をして、地球の大地を感じます。大地とつながります。リラックスができたら、あなたのイメージは、地球を回る人工衛星の視点になります。地球を外から眺めます。それは今の地球です。その地球に感謝のエネルギーを送ります。僕たちを育ててくれている地球に感謝です。しばらく続けます。さて次に、その今現在から少し未来の地球に移動します。地球から争いがなくなり、自然が循環している地球に時間を移動させます。自分がイメージできる範囲での未来です。もちろん、その地球にあなたもいます。その地球は何年ですか？具体的に何年かをイメージしてください。そして、何月何日、何時何分かもイメージをします。イメージできましたか？そしたら、その地球の上のあなたが一番好きな場所に移動をします。その場所に着きました。そこに今、あなたは立っています。まずは大地を感じます。どんな感触ですか？リアルにイメージします。次に大気を感じます。風を感じます。風の肌触りはどうですか？さて、次は香りです。風の香りはどうですか？どんな香りがしますか？イメージをします。次に景色を眺めます。あなたがいるその場所はどこですか？リアルにイメージしてください。次に音です。その場所では何が聞こえますか？耳を澄ましてみてください。次に味です。あなたの近くにある食べ物を手に取って食べてみましょう。それはこの地球が育ててくれたものです。この地球の味がします。どんな味ですか？どんな歯触りですか？さて、もう一度深呼吸をして、この未来の地球を体感します。1分間そこで、その時間を楽しみましょう。あなたは今、本当にそこにいます。さて、1分経ちました。その地球にいる自分をイメージの力で当たり前にします。そして、それはもうすぐです。さて、それでは未来から今現在に戻ります。ゆっくりと目を開けてください。さて、どうでしたか？僕たちの未来の地球のイメージはできましたか？この微細な波動は異次元に伝わります。波動なので、その人数や回数が多い方が、バラバラでなくまとまった方が、強くて大きな波動になります。例えば、友人とか数人で集まった時、こんな感じで皆さんで未来をイメージしてもいいですし、SNS とかで呼びかけて、数人で同時にやってもいいと思います。もしご自身でコミュニティを持っている人なら、日にちとか時間とかを定期的に決めて、未来の時間を共有してもいいと思います。その波動が次元を超えて宇宙全体に鳴り響きます。それをイメージしてぜひやってみてください。そして僕もそんな地球をイメージできる場を自ら作り出そうと今計画をしています。もし具体的になったらこのチャンネルや Twitter でお知らせしますので楽しみに待っていてください。地球もそれを待っています。まだまだ言いたいことはありますが、今日はこの辺にしておきます。賛同いただけるようであれば、いいねをしていただけると嬉しいです。質問や要望があったらコメント欄にお願いします。コメント欄もたくさんの同志が書いてくれています。読むだけでも面白いと思います。そして、まだまだ僕たちの同志はたくさんいます。一人でも多くの宇宙由来の地球人にこの動画を届けたいと思っていますので、ぜひシェアもお願いします。Twitter もやっています。@EarthCosmos2016。ぜひフォローとリツイートお願いします。それでは最後に僕がおすすめする地球を10倍楽しむ方法。今回は本になります。グレゴリー・サリバンさんという方が書いたホログラムマインドという本になります。サブタイトルとして宇宙意識で生きる地球人のためのスピリチュアルガイドと書いてありますが、このタイトルだけだとちょっと、こういうチャンネルを作っている僕が言うのもなんですが、ちょっと怪しいかなという感じの印象も受けますけれども、内容は結構ですね、かなり現実的で、とても具体的でですね、今この本がですね、僕の手元にあるんですけれども、結構書いてあることは多分僕のこのチャンネルでも言っていることと結構ですね、重なっているというか同じようなことを書いていう気がするんですけれども、このグレゴリー・サリバンさんという方は、これ読み方がちょっと多分 JCETI っていうんですかね、そういうですね、宇宙人と多分コンタクトをするというイベントとか、アルファベットは JCETI なんですけれども、JCETI イベントとか、あと映画も何本か作っていらっしゃって、それはなんかアメリカの方に同じ団体があるみたいなんですけれども、JCETI というらしいんですけど、そちらで作っている、映画を日本語版にして、日本で上映会とか、DVD なんかも作っているんですけれども、僕も DVD1 枚、シリウスという名前の DVD1 枚持っているんですが、結構ですね、内容的には、タイトル的には結構ぶっ飛んでいるというか、面白いタイトルをついてるんですけれども、内容としては非常に現実的でですね、宇宙人とその UFO とコンタクトをする方法とかですね。でもそれはなんかその不思議的な経験をしようというわけでなくて、次の時代にだから次の次元に行くために、そういうことをやっていこうよというようなことがですね、書かれているんですけれども、このですからタイトルの通り、宇宙意識で生きる地球人のためのですね、ガイドをしてくれている、そういう本になります。結構内容的には面白いと思いますので、もしよろしければご購入をいただければと思います。キラジェンヌというですね、出版社から出ています。それではまた。地球に生まれた宇宙人。チャンネル登録もよろしくお願いします。